フェラーリ F40 のドアの中ダクト中ダクトの利用例。中ダクトとは空気の取り入れのためにアメリカ航空諮問委員会で開発されたエアインテーク。上から見ると三角形で奥に行くにつれて横幅が増える形状で入り口は長方形。中フラッシュインレット、中スクープなどとも呼ばれる。中はアメリカ航空諮問委員会の略。 NASA の前身で翼型などについて多くの基礎的、網羅的研究を行った組織である。黎明機のジェット機でいくつかの利用例があるものの導入部での境界層の移動が遅く圧力回復が弱いため現在では飛行機の推進装置に見られることは稀である。中ダクトが適しているアオン速ではピトー型の圧力回復が 実質的に100%であるのに対して適切に設計された中ダクトは90%であるがエンジンが胴体内に搭載される場合には中ダクトは機体の質純面積と重量を減らすことができる近年では中ダクトは冷却用の空気導入やガスタービン式 APU のように圧力回復があまり重要ではない用途で利用される航空機以外では レーシングカーや一部のスポーツカー等に使用される。ありがとうございます。